チャンプ・ファーガソンは南北戦争時のゲリラ指揮官。アメリカ連合国側のゲリラ部隊を指揮し、100人以上の北軍兵士及び北橋民を殺害したと主張していた。1850年代頃のファーガソン1821年、テネシー州との宗教であるケンタッキー州クリントン軍にて10人兄弟の罰死として生を受ける。彼の故郷は、 ケンタッキーコーチとして知られる地域で、住民の多くは自作脳であり、奴隷は比較的少なかった。ファーガソンは父と同様に農夫となったが、若い頃から暴力的な性格で知られていたという。伝えられるところによれば、1858年には、ファーガソンに引きられた一団が、フェントレス軍の保安官、ジェームズ・リードを拘束し、木に縛り付けるという事件が起こった。 ファーガソンは馬に乗って木の周囲を回りながら剣を振るいリードが死ぬまで繰り返し切りつけた。キャンプミーティングの際にエヴァンスという男を刺す事件も起こしている。ファーガソンは1850年代のうちに妻や家族と共にテネシー州ホワイト軍のカフキラー川近くの低地へと引っ越している。1861年南北戦争が勃発した。テネシー州のうち 大部分を山岳地帯が占める東テネシーの人々は合衆国からの離脱に強く反対した。一方、それ以外の奴隷所有者が多い地域、特にプランテーションの広がる西テネシーでは連合国への支持が広まっていた。この歴史的分断は東テネシーが南北両政府による様々な非公式の働きかけの対象となることを意味した。 連合国軍は前線を離れた広報地域にて支持者らとの取り決めを結ぶことに尽力した。1862年には合衆国軍によって衆全体が占領下に置かれ分断と緊張は増していった。山岳地帯の存在と戦時における法執行機関の弱体化はゲリラや非合法民兵の結成を後押しした。 この時期のテネシー州ではカンバーランド高原などを中心にゲリラ活動や報復攻撃に関する報告が数多く残されている。家族が南北両陣営に分かれて退治することも多かった。ファーガソンの兄弟にも北軍第一県キー機兵連隊の一員として従軍し戦死した者がいる。 海戦ごまもなくしてファーガソンはゲリラ隊を組織し彼が北寄りだと判断した市民に対する攻撃を始めた。占領下のテネシーでは戦争を名目に個人的な異世界の始末を図る者も,も多かった。ファーガソンのゲリラ隊は現地に進出したジョンハントモーガン淳将やジョセフ・ウィーラー少将指揮下の連合国軍部隊と共同しており、 モーガンがファーガソンをパルチザン・レンジャーズの隊員に任命していたとする資料もある。ただし、ファーガソンらは軍の規律にはほとんど従わず、交戦規定にも頻繁に違反していた。ファーガソンの残忍さを強調する逸話として捕虜の首を跳ね、その生首を散腹に転がしていた、老人や寝たきりの者を好んで殺害したなどというものがあった。また、 政府職員を殺害した容疑で連合国当局に逮捕されたこともあり、バージニア州、ウィズビルにて2ヶ月間投獄されている。この際は、訴えが十分証明されなかったために、釈放されている。ファーガソンの宿敵だった、ティンカー・デーブ・ビーティとジョナサン・ヘール博士。ジョナサンはローズ・クランズ及び、トーマスの両将軍の下カンバーランドにおける、 合衆国陸軍の偵察兵装官を務めていた監修に囲まれるファーガソン終戦後、ファーガソンはゲディラ隊を解散した上で帰郷した。これを察知した合衆国当局は直ちにファーガソンを逮捕してナッシュビルに連行し、彼は軍事法廷において53件の殺人容疑について裁かれることとなった。彼の裁判は国民的な関心事となり、 メディアからの注目も集中することとなる。証人の中には、ファーガソンの宿敵で、彼とは逆に南橋民への攻撃を担当していた、北側ゲリラ隊の指揮官である、ティンカーデーブ・ビーティもいた。ファーガソンは、自らのゲリラ隊が多くの北橋民を殺害したことを認めるとともに、自らがそのうち100人以上を殺害したと証言し、これらは、 単純に軍人としての職務の一環だったと述べた。ファーガソンの母ヒファーガソンと彼のゲリラ隊が関与したと、される最も悪名高い事件、すなわち、第一次、ソルトビルの戦い後の北軍負傷兵及び捕虜の殺害についても、この裁判で争われた。被害者は、第五有色人騎兵隊に所属する、黒人兵及び白人士官らだった。負傷兵らは、 病院のベッドに寝た状態のまま殺害されていた。捕虜の虐殺は、南軍正規軍のトーマス軍団が到着するまで、続けられた。正規軍部隊が現れると、ファーガソンらはすぐに姿を消したという。1865年10月10日、ファーガソンの有罪が確定し、公式刑が言い渡された。これに対し、ファーガソンは、以下の声明を、ナッシュビルディスパッチ市場で発表した。 俺はまだ南軍兵だし、南軍兵として死ぬだろう。確かに善良な連中をたくさん殺したが、それでも俺の命を狙わないような奴は殺さなかった。北の当局が俺を捕虜にするつもりがないという話をいつも聞いていた。見つければ直ちに射殺するだろうと。だから必要以上に大勢を殺さなければならなくなったのだ。何度でも言うが、 俺は一人の南軍病として死ぬ。そして最後に、遺体は、テネシーのホワイト軍に送り、あの素晴らしき反逆者の地に埋葬する、よう要求する。I am, yet and will die, a level, I killed, a good many men, of course, but, I never killed, a man f o o I did not know w a s seeking my life, I had always heard that the fedals. would not take me prisoner, but would, shoot me, down for a ever, they found me, that is for what made me kill more than, I otherwise would have done, I repeat that, I die, a level out and out, and my last, request is that my body be removed, to white county, Tennessee, and be very doing, good level soil, Johnson, James, execution of Champ Ferguson, ジェームズ、K ・ケイポーク・ペーパーズ、ボックス1、フォルダー9、1865年10月20日、ファーガソンの公主刑が執行された。彼は南北戦争中の戦争犯罪について裁かれ、公主刑に処された二人の兵士のうちの一人だった。遺体はテネシー州ホワイト郡、スパータ北部にあるフランス墓地に埋葬された。その後、彼が、 ナッシュビルディスパッチ紙に寄せた声明が出版された。ニューヨークタイムズ紙では、これを口実書と分類した。この中で彼は少なくとも10人の殺害を認め、そのうち9人については、自衛を主張した。また、もう一人については、強盗殺人犯だと信じていたために殺害したとしている。その他にも、彼やゲリラ隊員によって殺害された者には、 有罪判決を受けた犯罪者が少なくなかったとしている。ソルトビル事件での小兵12名に関するものを含むいくつかの訴えについても否認しており、大部分は純粋な戦闘行為による戦死者か、あるいは多体による殺害だと述べている。ファーガソンは裁判が不公正だと感じており、死刑判決後には2名を除く証人すべてが信頼に値しないと主張していた。 ありがとうございます。